しくじり運営。こんなブログ運営はするなっていうことで。えー、私ですね、ブログを開設したのが2017年なんですけれども、まあ、ま正直言いまして、半年ぐらい。最初の半年ぐらいは、本当に無駄にしました。これはもう完全に無駄です。今、その半年間に書いた記事で、生き残っている記事はありません。はい。 まあその経験が生きたと言われればそうなのかもしれないですけれども完全に半年間無駄にしました半年あれば成果出せます私が今新しく作ったサイト半年間で、えー、大体1万 PV を超えて1万 5000PB ぐらいいってます1万5000から2万 PB ぐらい月間ですですけれども最初のブログでは完全にしくじってしまいましたその記録をお話ししたいと思います えー、その前に2018年12月の実績ですが、月間29万 PB になっております。収益は約18万円ということで、成果発生のみを計算しています。未確定です。まあ、12月なんでまだ未確定ですね。えー、それが確定するのが1月か2月ぐらいになるかもしれないです。えー、ただ、Google a d s e n s e だけは確定しました。11万3000円でした。えー、他の ASP がどうなのかっていうところなんですけども、発生自体は18万円何千円かっていうところでございます。 で、2017年、えー、ブログ解説しました。あ2月に解説して、記事は3月からなんですね。えー、しかし、そのブログ解説。ワードプレスブログで頑張って解説しました。もう本当に難しいっていうか、えー、初めて解説するのは本当難しかったっていうか、難しかったです。しかし、そこでは悲劇は終わりませんでした。とんでもない遠回りをしてしまったのです。しくじりの歴史。えー、ブログを解説して、さあ あ記事を書ここううというといろでしたけれどもます、えー、まず1つ目、文字数にとらわれて1,500字書けば OK になっていた。中身を全く考えなかった。えー、初期の頃はですね、とにかくまあ本をちょっと読んだりはしてたんですけれども、そこにはですね、1,500字ぐらい書くのがいいというのを書いてある、まあ、そこに1,500字書いたらいいと。 いいうのは書いてありましその結果、中身も何もない、とにかく1500字書けばいいという,う1500字、薄っぺらい1500字を書き続けた結果、えー、とんでもないことになってしまったということです。そして次、お金をかけたくないと思い、勉強にお金を費やさなかった。本を買ったりはしませんでした。読むのは図書館の本です。図書館の本、古い本が多いです。 昔の本を読んだってしょうがないです。しょうがない。ネットの進歩は早いんです。半年前の本はもう古い本です。2年前の本はもう古い本です。まあ、古い本と言ってもですね、えー、今にも使える本、今でも使える本はありますけれども、その選別ができてなかったというところです。そして、キーワード選定はしていたが、興味がないネタを書き続けた。 えー、キーワード選定はしていましたあ。ツールも使っていました。しかし、えー、自分に興味がないネタ、自分の人生で経験してないネタを書こうとしちゃったんです。えー、これはなぜかと言いますと、とにかくアクセス数が欲しかったから。アクセス数欲しかったがゆえに、まあ、このキーワードで1500字くらい書いときゃ、アクセスが集まるだろうという舐めた考え。えー、これが根底にありました。えー、でも、一つ自信があった。 これは作業量です。作業量だけは結構あったんです。毎日書いてました。毎日1記事、ないし2記事書いてました。めちゃくちゃ頑張ってました。その結果どうなったか。半年後、月間 600pb。ありえない半年経って1日 20pb とかです。月間で 600pb です。まあ、これはなぜかと言いますと、キーワード選定しっかりしたにしても、ライバルチェックを怠っていたいですね。 中身が薄っぺらくて全くアクセス集まらなかったです。検索流入からのアクセスなんて広いもんです。えーまあ、400か500くらいは集まりましたけれども、SNS もそんなに強くなかった私にとってはですね、えー、もう全然ダメだった。とにかく最初の半年はダメだった、えー、ということでございますで。半年の無駄な期間を反省しました。オンラインで勉強を始めました。月々5000円の投資です。そして文字数の多い 4000字前後の記事を書くようになりました。それで、ようやく Google に評価される記事が発生したんです。その結果どうだったか。1年後、3万 PB。えー、これはブログ解説1年後ですね。先ほどの半年後から、さらに半年経って3万 PB ということです。えー、ブログ解説から半年だと、おえー、全くもうダメだったんですけれども、ようやく1年経って3万 PB を獲得することができました。 えそれで分かったこと。結局何が大事だったか。人のサイトよりも分かりやすい記事を書くことです。とにかく1500字書きゃいいや。ぶっちゃけそう思ってました。1500字。もうそれさえ超えれば。だから1200字ぐらいから、あと300字、あと200字、あと100字みたいな文字数にとらわれすぎました。中身なんて全く考えてなかった。それがいけなかった。人のサイトよりも分かりやすい記事を書くこと。これがすべてです。そしてライバルチェックの質を高めること。 キーワード選定してました。月間100から1000検索されるやつとか、1000から1万検索されるやつ、それで記事を書こうと思った。でもライバルチェックを怠っていました。他のサイトがどんな記事があるのか全く見てなかったんです。それが失敗でした。ライバルの強いところに記事を書いてしまって、全くアクセスが集まらなかったり、そういうことが多々ありました。でも、僕は唯一、 続けたことがありました。続けたというか、大事にしているものがありました。そして、実を結びました。継続です。やっぱり最終的には、これがものを言います。半年間で 600pb。これは多分、ほとんどの皆さんが超えられる壁だと思います。半年あって 600pb って、みんな多分集められます。それぐらい低い数字です。でも、継続したことによって3万 pb って、2018年12月には29万 pb までいきました。 継続はめちゃくちゃ大事です。とにかく継続です。これは本当にそうです。継続していれば失敗をします。失敗したら何かしら考えます。何かしら考えれば解決策が生まれます。解決策が生まれればブログは向上します。最後。あ最後の1個前ですね。最後ですね。これ。実質最後ですけれども、スライド。えー、遠回りはするかもしれない。だが続ければ道は開けると。 いうことです、えー、最終的には継続が大事と言いますが、えー、この動画でも紹介しました。ライバルをチェックすること、自分の興味のないことばっかり書かないこと、文字数にとらわれちゃいけない、これめちゃくちゃ大事です。人のサイト、人の記事よりも分かりやすく書くこと、これさえできていれば必ず道は開けます。人より分かりやすい記事を書く、継続する、この2つをしっかり守っていれば道は開けます。 細かいテククニッいろいろあります色々ありますけど、この2つさえ守っていれば、絶対に道は開けます。えー、しくじりました。半年しくじりました。何も勉強しなかったですけども、何とかなりました。10万、もっと上を目指しています、正直。10、えー、何万で満足するつもりはありませんが、とりあえず17万、うん、いません、18万円は確保することができました。えー、しくじりましたけども、継続すれば、ここぐらいはなります。 18万、20万弱ぐらいまではいきますんで、えー、ぜひ皆さん、えー、頑張っていただきたいと思います。そして今からの時代は動画とかも SNS とかも大事です、えー。合わせて頑張ってください。チャンネル登録、関連記事よろしくとあります。関連記事の詳細の欄にですね、えー、ワードプレスで収益化した全手法という記事を載せておりますので、ぜひぜひご覧ください。えー、私の失敗を省いて、 良、えー、かった部分だけを抽出して記事にしております。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。えー、動画は以上です。ありがとうございました。